はい、40代独身男の馬券勝負、今回もよろしくお願いいたします。はい、今日ね、仕事急遽お休みになりましたので競馬場に馬券を買いに来れました。ありがとうございます。で、もうね、東京メイン始まってしまうので早速馬券の方だけ紹介したいと思います。私ね、セデシオン前日本命にしてたんですけど、まあ、こんな感じで買っております。まあ、このなんだっけ、クロミナンスと、サボーナに生まれん勝って、あとラーグルフと大勢、フェリークに、買っております。でワイドで買っております。で、よいしょ、ミヤコステークスなんですけど、オメガギネスからワイドで買っております。こんな感じです。はい、ちょっとね、金額は抑えました。なぜかというと、多分ね、金額張ると俺当たんないんですよ。だからいつも平場はね、金額を抑えて、多分冷静に変えてるのかなと思ってるので、でね、1個前の、ね、京都10列もね、的中してるので、もう取り替えちゃったんで、ね、馬券ないんですけど、まあ、ちょっとね、今回はね、なるべく金額を抑えて、絞って馬券を買わせていただきました。ってことで、そろそろね、レース始まると思うので、ちょっとね、見ていきたいと思います。ちょっとね、今週はね、当てたいですね。ちょっと本当お金ないので、ここで当ててなんとかね、生活用になるように頑張りたいと思います。はい、ダブルメイン終わりました。私の本命アルゼンチン共和国映画セレシオンは、いい位置いたんですけどね、最後、近づきて6着に沈んでしまいました。で、ミヤコステークスの方の、ミッキーヌチバナは、追い込み届かず5着に終わってしまいました。いやー、早やっこ素晴らしかったですね、後方一騎で、まあ、受賞3勝目。いや、トップハンデだったからね、ちょっとね、まあ、おすすめには挙げてはいたんですけれども、やっぱりちょっと買えなかったなと思ったので、まあ、この激絞りに関しては馬券は切ってたんですけども、まあ、おすすめの方にはね、3番入れていたのでね、まあ、動画見てくれた人はね、もしかしたら抑えて買ってる人も馬券の中に入れてる人もいたのかなと思うと、まあ、ありがたいかなと思ってます。9番もね、おすすめにしてて、まあ、僕も買ってたんですけども、やっぱ軽ハンデで、一発あるとしたらこの馬かなと思っていたので、まあ、3着に来たんですけどね、まあ、僕の軸がね、6着だったので、まあ、残念なことだったんですけども、まあ、でもあの直線入りはね、めちゃくちゃ良かったのでね、あ、これはね、取ったなと思ったんですけども、そこからが伸びきれなかったっていうのが、もしかして、まあ、距離なのかな、2500っていうのがやっぱりちょっと合わなかったのかなっていう印象です。まあ、でもね、この馬もね、適距離、まあ、2000m 前後、まあ、2000m、うん、2000m ぐらいの距離でね、出走してくれば重賞でも全然、力はあると思うので、またね、暮れの重賞あたりに出てくるんじゃないのかなと思うのでね、そこでもまた応援したいとは思います。早やっこすごかった。で、ミッキーヌチバナはね、もうレスト中でね、あ、もうこれ無理だなと思いました。もう後方、ほぼ最後方の位置だったので、いや、あそこから来るのはね、さすがにちょっと厳しいなとは思っていたんですけど、まあ、5着まで来たからね、やっぱこの馬もね、やっぱ強いことは強いんでしょうね。もうちょっと、まあ、展開が向くのと、あとはもうちょっといい位置つけられればね、また重賞勝つようなね、やっぱレベルだとは思うので、まあ、今回はね、まあ、ちょっとね、候補すぎたっていうのもあったので、まあ、残念だったんですけども、まあ、また次も頑張ってもらえればいいなと思ってます。やっぱサンライズジパングはね、やっぱね、ジャパンダートクラシックで3着にも来てますし、まあね、今日の朝方にやってたね、ブリーダーズカップで、3着だったね、ホエバヤングとね、接戦をしているような馬なのでね、やっぱりここでは実力が違ったのかなとは思っております。うん、そんな感じかな。まあ、とりあえず当たんなかったってことで、なんで当たんないんですかね、本当に。まあ、しょうがないです。また来週からね、頑張っていければいいなと思ってます。まあ、ちなみに、ブリーダーズカップちょっと買ってたんですけど、ブリーダーズカップとブリーダーズカップマイルは、ビビたるもんですけども、まあ、的中してますので、まあ、良かったかなと思っております。
はい、まあ、こんな感じでね、今週もまたね、この動画で馬券は当たらなかったんですけどもね、また来週土曜日、エリザベス女王杯の予想動画上げたいと思うので、そちらの方またご視聴していただければいいなと思っております。こんな感じで僕は競馬に関することメインで動画を上げさせていただきまして、競馬の盛り上げの一助になればいいなと思っているのと、少しでもね皆さんの馬券の参考になればいいなと思って動画を作っております。よかったらまた次の土曜、よろしくお願いいたします。はい、今回の動画は以上させていただきます。最後までご視聴の方ありがとうございました。ね、また来週も頑張りたいと思います。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。